明治座は、かつて存在した日本統治時代の朝鮮の映画館、劇場であり、同館の後継館であるかつて存在した大韓民国の映画館、劇場、思考館の通称である。1936年10月7日、日本が統治する朝鮮の形状不明寺町一丁目に春光、春工開館する。第二次世界大戦後は、1946年1月に国際劇場と、 解消、1947年12月には、試行館と解消して、映画館、劇場として機能した。1957年6月1日、大韓民国が買収し、ビョンドン芸術会館と解消、国立の劇場となった。1973年の閉鎖以降、36年を経て、2009年6月5日に、ビョンドン芸術劇場として再開館した。 本校では、明治座及び、思考官と呼ばれた時代までを衝術する。それ以降の時代については、明治座、1937年、踊るホノルルをメインにした、風切り広告。1936年10月7日、日本が統治する朝鮮の慶城府明治町1丁目54番地に、明治座として春光、春工開館した。同地域は、成形川の南側、 南村と呼ばれる地域に位置する日本人街であり、明治町通りに面しており、道館の斜め前には何和館という映画館が先行して存在した。道館の建築士及び館主は実業家の石橋良介である。インターネット上の韓国側資料に品質する石橋良介等は誤りである。道館の着工は前年1935年11月9日であり、設計者は 玉田建築事務所を主催する玉田羊であった。玉田は同時期に着工あるいは完成した同府内の映画館、男性者及び黄金館の設計も行っている。建築費用は53万円、観客定員数1000名を超え、陶器設備もあり、同府内でも一等級館に分類された劇場であった。当時の府内一等級館は同館のほか、京城宝塚劇場、 若草劇場があった。牧園大学校教授の金明東、及び名古屋大学大学院准教授の西澤康彦の指摘によれば、道館の設計は、1930年12月に改築、竣工した東京、浅草公園6区の大正館に告示したバロック建築であり、平面図までそっくりコピーしたものであろうという。大正館の設計は、 戦国正太郎が主催する戦績建築事務所の設計、戸田組の施行によるものである。1937年4月24日には、セミネ映画画くと新興キネマが合作し、理系館と鈴木重吉とが共同監督した朝鮮語による初の陶器、グネが同館で公開されている。同館では日本語版の上映であったが、同日、 府内の郵便館では朝鮮語版が公開されている。形状名物として同館を写した当時の絵はがきには7代目松本幸四郎の名を記した上りやアメリカ映画目撃者の上りが確認できる。1939年には小畜の作品や輸入映画の工業系統にあったとされており、同年10月2日にはアメリカ映画踊るホノルル小畜映画 新しき家族及び虹晴れ街道が同館で公開されている。他にも朝鮮の映画会社が制作した映画の風切り館としても機能しており、1940年8月6日には高麗映画協会が制作した映画授業料が同館をトップに封切り、1941年2月19日には東亜映画社が制作した映画志願兵が同館で公開されている。 松竹映画も引き続き公開されており、同年撮影とされる同館の写真には、近日、風切りとして、西重戦車長伝、三日ヘリの塔、戸竹の兄弟の上りが映っており、当時の人気ダンサー岡本八重子のアクロバティックダンス実演も行われた。同年4月、同館の経営者である、石橋良介が、メトロゴールドウィンベイヤーの挑戦での代理店となる。 第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、1942年、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体にかかわらずすべての映画館が、クレナイ系、白系の2系統に組み入れられるが、映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記述されていない。 同資料によれば、当時の同館の経営は、石橋良介の個人経営であり、支配人は田中博士が務めた。観客定員数は、同資料では1,165名、翌1943年に発行された、映画年間昭和18年版では1,120名に改められている。同年4月5日には、前年9月に設立された朝鮮映画製作が、製作した。 朝鮮初の航空映画、青毛大空が銅館を風切り館として公開された。銅館では、大戦末期の1945年5月24日には、愛と誓い、同年6月10日には、髪風の子供たちといった、いずれも、サイ・トが監督した、日本の国作映画を風切り館として公開している。銅館が、国際劇場であった時代に封切られた、映画、自由万歳。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了し、同年9月8日から、同館は戦後間もなく復興し、1946年1月には国際劇場と改称し、映画館としての営業を開始した。この名称は2年足らずのものであり、清掃王子149番地に後に建てられた国際劇場とは異なる。同年10月21日には、 高麗映画協会が制作した映画自由万歳が同館をトップに封切り15万人もの動員を記録している。1947年12月にはソウル市が買収し思考館と解消している。朝鮮戦争の時期を経て1954年4月6日には独流同年5月1日にはコリアが同館を封切り館として公開している。その後、 国が買収し、1957年6月1日、ビ洞ンドン芸術会館と改称し、国営劇場となる。国営化した後もしばらくは、司考館と呼ばれており、道館の正面入り口には右に、左に、と書かれていた。同年8月8日に上演された道館での歌手の子福復引退公演の広告には、司考館と対処されている。映画の上映も引き続き、 思考館の名称で行われており、翌1958年4月20日には、地獄下が同館を、風切り館として公開している。同作に主演した、蔡銀旗は、同年の第2回かまひ、映画賞主演女優賞を受賞した。1962年3月21日には、 ビョンドン国立劇場と解消したが、1973年10月には国立劇場の南山への移転に伴い閉鎖され、1975年には金融機関に売却されてオフィスとして使用される。1990年代になって、地元や建築界を中心にこの建物の価値が見直されて、老朽化、解体の危機に頻した道館の修復、復元のための運動が起こり、 これを背景に2003年12月、同国の文化観光部が買収、外観を残した形での復元が行われ、2009年6月5日、ミョンドン芸術劇場として再開館し、今日に至る。ありがとうございます。